前回のあらすじ。億という金額のために脅迫ネタを探すマサシ。しかし身内を売ることがネタを探す近道と知り、少し考えることに。街を歩きながら何かに気づいたようなマサシであったが。チンチコール、トモです。サウンドノベル街実況プレイ始めていきたいと思います。マサシと日曜日がですね、市長会の事務所へ行きまして、ここから、日曜日からのですね、市長会に関する秘密のようなものをまた聞くという、多分ね、真相を聞くという流れになると思います。エレベーターはいつもの7階には止まらず8階で止まった。岡山ビルの8階はワンフロアすべて日曜日の私室。元は事務所用の部屋だったが、生活できるように改造した。家そのものは別のところにあるようだが、ここでも十分どころか最高に優雅な生活ができる。このね、ティップ覚えといてください。日曜日の私室マジで豪華、びっくりするから。8階？マサシは部屋に通された。ね、もうすでにさ船の中かっていうさ。正面には机とホワイトボード、左側には応接セット、右側にはバーカウンターまである豪華客船の、それ。ねえ、日曜日。日曜日はつくづくとマサシを見た。あなた本当に成長したわ。たった5日間でたくましくて素敵よ。雑談は後だ、早く話を済ませてくれ。日曜日を短く笑った。取り消しよ日曜日。あなたは育ちすぎちゃったようね。憎らしいわ。マサシはニコリともしなかった。だいぶこう、なんだろう、不穏ですよね。少しはおバカさんで可愛い方がいいのは、何も女ばかりではないみたいね。日曜日はちょっぴり寂しげに笑うと、背を向けて机の引き出しを開けた。引き出しが出てくるとドヤ顔で言っちゃう。見て、引き出しはちょうど宝石入れのように薄く、中はビロード敷きになっている。ビロード、表面を、何これ、もうも、今ケバケって読んじゃったんだけど、絶対ケバケじゃないんだけどさ、にした織物のこと。本店、別鎮、コール店、フラシ店などがあるベルベットとも言う。ビロードの服は優雅で、なんとなく、陰微な、肌触りが大人っぽい雰囲気を醸し出す。あまり柔道着や水着には合わない。そうですね。小さめの勲章のような愛らしいバッジ。あ、これマサシが昇格式でもらったバッジもある。はい、あんまりね、このバッジ、見かけることも少ないので、今ちょっとね、多めに見せておきます。へー、こうなってるのかと。よくね、ミッションで出てくるロゴは一番上のやつですね。なんかポケモンのジムバッジみたいだね。我が組織の階級を示すバッジ、ステータスバッジと呼んでるわ。ステータスバッジ。七妖怪には7つの階級があるの。日曜日は金色に輝くバッジを手に取った。バッジは階級で異なっていて、昇格するとその階級のバッジが渡される。あなたももらったでしょ。マサシは黙ってうなずいた。では階級について説明します。日曜日は部屋の明かりを消した。ホワイトボードがあったところに七妖怪の紋章が浮かび上がる。私多分これをサムネにすると思うので、長めにキャプチャ用。あなたは金曜日から日曜日になった。では私は日曜日から何になったのかと聞いたわね。私は紫になったのよ。紫？一番下は選ばれし7つの曜日。ピラミッドの一番下が明るくなった。選ばれし7つの曜日。ここを卒業したらステップアップして七色の世界へ行くの。七色の世界？そう、聖なる七色の虹、その中の紫。すると他には？順に愛、青、緑、黄、橙、赤と続くわ。プリズムの順、つまり虹か。日本人や西洋人は虹を七色と見るが、国によっては 5色とか、青、黄、赤の3色としか識別しない民族もいる。3色は極端だが、確かに青と愛や赤と橙は7という数字の語呂合わせに、強引に分けたような気もする。でもどうなんだろうね、実際3色にしか識別しないっていうのは、色の種類
がその国では概念として少ないのか、それとも色覚的な意味で本当に見えていないという説もあったりするのかな。ほらなんか目の色によってさ識別できる色が異なるとか言うじゃないですか。そういうものなのかな。そう、選ばれし7つの曜日から聖なる七色の虹へ昇格したのよ。下から2番目が明るくなる。じゃあ今は何て呼ぶんだ。聖なる紫と。やだな。呼びにくかったらただの紫でいいわ。紫の日曜日は誇らしげに言った。いやまあもう日曜日じゃなくて紫なんですけどね。じゃあ紫。はい。その虹の上は何になるんだ。七つの教会よ。明かりは上の段に移った。エペソ、スミルナ、ペルガモ、七つの教会。新約聖書ヨハネ黙示録アポカリプスに登場する七つの教会。エペソは小アジアの古代都市、スミルナはトルコ西部、映画界エーゲ海に面した、港湾都市イズミルの古名。ベルガモは小アジア北西部にあったことらしいですね。全然知らない。へえ。その上はギリシャ、ペルシア、バビロン、アッシリア、七つの王国。新約聖書ヨハネ黙示録アポカリプス第17章に登場する7人の王が示しているとされる滅びた王国のうちの4つらしいですね。知らんけど。やるね。それから白き馬に乗る勝利、赤き馬に乗る闘争、黒き馬に乗る飢餓、青ざめた馬に乗る死、黙示録の騎士。シリウス、アンタレス、星々の王子。シリウス、最も明るい恒星なのでギリシア語の、熱いという言葉がついた大犬座のアルファ星、中国名は天狼星。かっこいい。そうなんだ。アンタレス、火星の対向者という意味の名前を持つサソリ座のアルファ星。赤色巨星で高度が変わる変更星でもある。中国では大火、日本では赤星、法然星と呼ばれる。へえ。知らない。ここまで6つですね。ほうほう、なるほど。その上はミカエル、ガブリエル、カマエル、ラファエル、7人の大天使。これが七妖怪のすべてよ。ミカエル、大天使の長。サタンとの戦いの時、軍団の総帥として戦い、イスラエルと教会の守護者に任せられた。エッセネ派の信仰体系では日曜日を司るとされているらしいですね。ガブリエル、エデンの園の統治者、少女マリアに聖霊による解任、キリスト受胎を告知した天使。エッセネ派の信仰体系では月曜日を司るとされている。カマエル、旅行者と病人の保護を司る天使、これは火曜日。ラファエル、癒しの天使として名高いエデンの園の生命の木の守護者、水曜日を司る。他にも木曜日を司る天使にサキエル、金曜日を司る天使にアナエル、土曜日を司る天使にカシエルがいる。まあサキエルとかってね、なんかもうエヴァの使徒を連想しますけれども、まあそういうところから来ているんでしょう、あれも。ということでね、すごい7つの組織があるんだって。日曜日は明かりをつけた。すごいね。完璧な脅迫のピラミッドだ。でしょ。なるほど、よく考えられているでしょ。みたいだが穴だらけだ。どうして。流れ変わったな。今日疲れた日曜日は少女の顔になった。そうだね、今まで見たことのないような表情をされていますね。自信満々なあの表情から一変、えっていう。かすかに狼狽の色が走る。バイは狼の一種。狼は前足が長く、後ろ足が短く、バイはその逆。ローとバイは、常に行動を共にし、離れると倒れて慌てふためく。そこから慌てふためくことの意味になった。狼狽の狼が走るとは慌てかけているということらしいです。マサシは大人の快感に酔う。一気に主客逆転だ。ふっ！最高です。最高です。どうしましょう。ですね。どうしようかな。ちょっと待ってください。待ってね。ここからは、ここからかどうかちょっと分かんないんですけど、選択肢がおそらくめちゃめちゃ多いんですね。で、選択肢を間違えるとバッドエンドに直行するといった、ルートがあります。で、正しいものを選択するんですけれども、まあね、いろいろ見ていきたいので、間違いながらね、進んでいきたいと思うんですが、ここ、に関してはどっちでもいいんじゃないかな。どっちも聞きたいもんね。
日曜日は今何人いる？日曜日は大きく会える。それは企業秘密だわ。じゃあ本部がどこかも企業秘密なんだろうな。物分かりのいい子は好きよ。まあいい、俺はその場所を知ってる。では次の質問だ。どうぞ。さっき俺は土曜日に会った。奴はいつ日曜日になる？彼って少し怠慢なのよ。では水曜日はいつ日曜日になる？月曜日は？火曜日は？木曜日は？うるさいわね。いつかはなるわよ。いつかはなる。そうさ、いつかはなる。ところがここに矛盾が起きる。マサシはボードを叩いた。俺は金曜日だった。リーダーは日曜日の君だ。他に月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、土曜日がいた。おかしくないか？ないわ。どこに文句があるっていうの？さっきのピラミッドの図で言うとどこだ？すべての七曜のうち金曜日だけが日曜日になって、日曜日が紫になるところがあるか？何を言っているのかわかんないわ。これからもっとわからなくなる。いい顔してるの、いい顔してるの。本当になんか自分はわかってるけどお前はわかんないだろうなみたいな顔めっちゃ好き。ああめっちゃ好き。マサシは相手をにらみつけた。それとも俺の頭が悪いせいか。組織の単位は777だ。曜日なら七曜日、色なら七色、天使なら七天使。七つの単位で昇格しなければおかしい。七めんどくさい考え方ね。面白いこと言うな。ところが君は俺を支配していた。あなただって七人の新人を支配したわ。俺の場合は共感付きだ。おかげで誰かさんを好きになれたんじゃない？話をそっちへそらさないでくれ。怒った。なんかさ、日曜日さ、まあ紫さんですか？さあ、ここ明らかになんかちょっと話聞こうとしてないのが伺えるよね。なんか余裕ぶってるけど内心ちょっとビビってるみたいなのが伺えていいね。この怒ったって。一人が7人の子を作り有する。これが七曜会の基本のはずだ。一人の下に2代目が7人。ところが俺の上司は日曜日だった。月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も土曜日もみんな上司は日曜日だった。マサシはボードを叩いた。システム的にこれはおかしい。俺たち7人は同格のはずだ。君も含めて上司は格上の誰かであるべきだ。変則的に指導しただけよ。上から私が任されただけ。日曜日は強弁した。では俺が扱った7人の新人ではどうなる？津川夫人、青井のりお、川添健一、内藤淳、星野星子、ワニジロ、白峰忠道。やつらはいつ入会して、いつ七曜日になる？あなたは知らないだけよ。入会式ならもう終わってるわ。だとしたら、その入会式の出席者は誰だ？俺の場合は、俺以外の同格の曜日が全員出席していた。あれと同じことをやったのか。日曜日役は誰がやった？金曜日役は誰で、水曜日役は誰だった？あー、いいわよ、その顔いいわよ。日曜日はかすかに喘いでいる。それぞれの曜日に共感はつくのか。ターゲットのネタは誰が与えた？七人が一斉に今ゆすりを始めているのか。俺たちのグループはどうだ？水曜日や火曜日、木曜日、月曜日、土曜日、みんなが7人ずつの子を作ったのか。というね、ややこしい話をしていたら、日曜日ちゃんなんと話をそらすというね。私ややこしい話は嫌いなの。日曜日はバーカウンターに行くとボトルとグラスを取り出した。あなたの話はややこしすぎるわ。日曜日、ややこしくない。それに俺は日曜日ではない。酒を飲みたくなる音をするのをやめろ。日曜日は黙って水割りを作った。水割りにしてはちょっと今多くなかったか、酒。ねえ、日曜日、そんな話より二人で飲まない？甘いささやきだ。
カウンターにグラスが置かれる。これ日曜日の支出よ。なんでこんなにバーカウンターがあり椅子があるのか全くの謎。マサシはカウンターを回り込むようにして日曜日に近づいた。七曜会なんてどこにもないんだ。あら日曜日、さっきは本部を知ってるって。知ってるさ。俺は七曜会本部がどこにあるか知ってると言っただけだ。聞きたいわね。日曜日はゆっくりとマサシを見た。それはどこ？教えてやろう。マサシはまっすぐ指さした。ここだ。指は日曜日のおでこを指し示した。やがて日曜日はその手をそっと避けてささやいた。どういうこと？日曜日、顔がいい。ごめん、まさしのこと好きで、すいません。顔良くないの？びっくりするほどコンディション良くない？この顔、歯好きだが。そういうことさ。七曜会の美しきピラミッドは君の美しきおつむの中だけにある。面白い話だわ。もっと面白い話をしようか。マサシは何かを取り出した。で、ごめんなさい。ですね、先ほど言ったバッドエンド直行の選択肢、ここからでしたね。よいしょ。ここからな気がします。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、何からにする？合ってるのは B です。なんだけど、ちょっとね、今ちょっとね、ウマ娘とかで流行ってる競馬新聞からね、やっていきましょうか。それは競馬新聞だった。今日の第3レースは1枠のロードランナーが来た。第7レースはナイルリバー。第8レースはグリーンヒル。それが何？マサシは右手を掲げた。ここは混沌の大地。7つの道が走り、7つの川が流れる7つの丘、7つの柱の神殿はここにそびえたり。あら、よく覚えていたじゃない。道はロード、川はリバー、丘はヒル。知らなかったよ、競馬で八百長までやっていたとはね。真剣勝負と見せかけ、実は前もって約束しておいた結末に持っていくこと。八百屋長兵衛という人の名前によると言われている。日曜日の顔色がかすかに変わったように見えた。メインレースは5枠にサンクチュアリ、つまり神殿だ。これに300万ほどつぎ込ませてもらったよ。そのお金はどこから来たの？出たの？サラ金。バカね。なんておバカさんなの？そんなの全然見当違いよ。お金をドブへ捨てるようなものだわ。わかってるよ。マサシは300万円分の外れ馬券を取り出して破り捨てた。とんでもない残差も残しちゃったわね。借金。マサシの顔が青ざめた。ねえ、話によってはそのお金私が立て替えてあげてもいいわよ。お願いしますな、お代官様。マサシは日曜日の足元にひれ伏した。その後マサシは日曜日の称号を剥奪され、馬車馬のように働かされたけれど、それなりに幸せだったらしい。馬車を引く馬は気が散らないよう、両側は見えないように目の脇を覆わされる。ここから他のことは考えず、がむしゃらにことを行うことの例えとして使われてきたが、最近は非人道的、非人間的に働かされることを、指す場合が増えてきたというね。はい、ということで。まあね、バッドエンド、選択肢をですね、間違えるとこうなるということが分かったんじゃないでしょうか。さあ、ということでですね、戻ってまいりましたが、このままやっていくとおそらくエンディングまでなんか突っ走ることになりそうなので、今日はちょっと短いんですが、この辺にしておきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回がもしかしたらまさしちゃんエンディングなんじゃないかなと思っています。お疲れ様でした。バイバイ。